久保さん。今回、あの、吉谷拓郎の、あの、ファンから手紙。まあ、ちょっと書けます。まあ、あの、熟成さんですね。熟成さんの手紙読みましょうか。手紙ってかメールですけど。これね、一番こ、今月一番嬉しかった報告ですね。あ、もう一個あるな。もう一個あるんで、ちょっと二つ、ちょっと長いですけど読ませてください。二 <laughs> つ、二パターンあります。二パターン。はい。お世話な取ります。 先月とうとう人生初のバックエンド商品が売れました。ビジネスの発信の YouTube チャンネル登録者21人。メルマガリスト10名。YouTube で吉田さんのようにプロモーションして36万の商品が2名に売れました。決済はお二人とも分割ですが、最初の着金は確認済みです。先月はその他の商品もちょこちょこ売れたので、バックエンド36万 ×2。 で、72万。その他の商品9万5千円。分割のお金はまだ1回目しか回収してませんが、えー、売上と計上するならば、72万プラス9万5千円で81万5千円という結果になりました。バックエンドを購入してくれた方は、2人ともプロモーションの途中ですでに購入したいということを言ってもらいました。あと1人、日々のやりとりの反応が良い方がいて、その方も入ってくれた100万を超えるかなと思っていたのですが、結局その方は入らずでしたので、100万という壁は持ち越しとなりました。 先月はいろいろな気づきがある月でした。フロント商品のプロモーションアンケート個別動画バ、バックエンドプロモーション無料プレゼントアンケート個別動画と一通り行い、まずアンケートの大事さを改めて痛感しました。ある程度の文字数を指定してアンケートを 取ると、かなり濃い内容となって、よりペルソナが明確になりました。そして、アンケートに書いてあった話とリンクさせて、プロモーションで動画を構成したり、より精度も上がったのではないかと思っています。また、昔、プロモーションした講座の動画を見てくれた方が、まだその講座は買えますかと言ってもらえたり、YouTube の資産性を改めて感じました。 また、バックエンドを買ってくれた2名はいずれも過去に無料コンサルをしたり何度も商品を買ってくれるリピーターの方でしたが、したので、えー、結局お客様との日々の信頼関係の構築が全て大事なんだなと思いました。吉田さんがフロント商品を売りまくっている,売るのも信頼関係の構築のためではないかと思っています。今回、リスト10名に対してバックエンドを販売していくのはやや博打でしたが、やれることをやれば普通に売れるんだなと実感できたのが大きいです。 今後リストを増やしていけばどんどん収入が増えることは確信しました。で、えー、っと、で、そのリストを増やすのに今はちょっと苦労していますが、ってことですね。あと、えー、今回バックエンドが売れた、あもう一つの理由としては YouTube 発信で教育コンテンツを増やしていったことが要因だと感じています。行動の教育、投資の教育など、いわゆるマインド系の話を大きく多くしてきたのが今回の実を結んだ部分もあると思います。吉谷さんがなぜマインド系の話を多くしているのか少し分かった気がしました。 えー、アドバンスの講義はシュウエンさんに負けなくらい僕も毎日のように聞いています寝るときはいつも音声を流しています今回行ったプロモーションその他教育の話などすべてアドバンスやヨシタインさんの動画を聞いて、えー、勉強した知識です 日々の地道なインプット作業が僕の動画で話す説得力やプロモーションの説得力に生きていることを実感しています。今後、このコンテンツビジネスでより極めていきたいと思います。そして、お客様から受け取ったお金の重さを忘れないようにし、お客様の人生が変わるようにサポート頑張っていきたいと思います。長文失礼いたします。また報告します。ということで。もう嬉しかったですね。僕のあのドリアカの、僕の塾の教えをね、もう愚直にやってくれてるっていうね。 まあこの塾生さんも初心者ですからね <laughs>。で、勉強したことをですね、勉強したことをしっかりやって、結果が出たってことですね。だもう一人売れてれば100万超えですね。じゃあもう一個いきましょう、はい。これもね、めちゃくちゃ嬉しかったですね、この報告も,これも。これね、直近ね、昨日か一昨日もらったやつなんですけども、あの僕はあの塾で、まあ、本コース、アドバンスコース、トライアルコースっていう3つのコースを今塾でやってるんですけど、 あのトライアルに入っていただいている方ですね。吉田さん、トライアルコース、えー、終了前にギリギリで何とか結果報告が出せましたと。で、えー、ブレインで商品を販売したってことですね。でブレインで商品を販売して、えー、1個売れたと、うん。で、1個売れて、売り上げとしては、売り上げとしてはですね、小さいんですよ、うん。で、ちょ、ちょっと待ってください。今見ますので。ちょっと文字化けしてんな、これ。うん はい。文字化けしてるので、ちょっと、こ、大元を見ます。なんかね、文字化け、数字がね、文字化けするときあるんですよね、メールに。フォームの方は、あちゃんとあるんですけど、うん。まあ、久保さんもしっかり売ってますね。<laughs> 山本さん経由で即可塾、しっかり入れてますね。素晴らしい。うん うぐいスパンでもそっか軸売れる男ですからね、久保さんは。<laughs> うーんえっ、ー、と、うこれか。いきましょう。えー、結果報告ですね。吉田さん、トライアルコース終了間際で報告は出せましたと。えー、ブレインで980円で販売したものの、12時間経過しても全く売れなかったと。 で、そこでやむを得なく朝6時に100円まで値下げいたしました。そしたら朝になって一部売れましたと。売り上げとしては100円で手数料引かれて利益は88円となります。これを吉谷さんはご覧になってどう思われるでしょうかと。めちゃくちゃすごいっていうことをあの動画で送っときましたけどね。めちゃめちゃすごいじゃないですかと。<laughs> 周りが何と言おうと僕はすごいと思ってますよと。<laughs> みんなやらないですからね。うん えー、でたった88円くらいで結果報告を出すなど、えー、どう思うのでしょうかと、えー、まあ普通は恥ずかしくて88円くらいで報告なんてしないことでしょうですから一度は報告をやめようとさえ思いましたとしかしそれにもかかわらず報告する気になったのはなぜかとまあそのちょっと理由がちょっと書いてあるんですけどもでまあ,あで、えー、いろいろ書いていただいていて えーえー、ここら辺がいいかな。まあ、すげえばーって書いていただいてるんですけど、まあ、ちょっと僕も個人情報はありますのでね。うん ここら辺は大丈夫かな、えー、商品の宣伝ツイートも一晩あの昨日1回しかしてなくて、ほとんど私のツイートが埋もれていたはずですが、それにもかかわらず売れた。ある意味奇跡、奇跡としか言いようがありません。これからどんどん売れていくのか、売れないのか。えーま、今はお客様1人で、このままお客様1人で終わるか分かりませんが、それでも それでも売れないと絶望の淵、売れないと絶望の淵に立たされて崖から飛び降りるしかないと、コンテンツビジネスを諦めた時、でもう俺には無理だと。俺の商品なんか売れないよと。ね、そう思ってたけども、そんな時に、あの、一人と、一人とはいえ売れたと。まあこの一人っていうのが一筋の光の、が差し込んだように思えたと。 で、ヘンリー、ヘンリー・フォードの言うように、できると思えばできる、できないと思えばできない、すべては自分次第なんですね、と。はい。みたいなこと、まあ、すごい、いっぱい書いていただいてるんですけど、これも僕はすごい結果だと思いますよ。多くの人は自分で100円の商品も作って売ったことないですから。うん。だから100円をバカにするんだったら、100円の商品作って売ってみろと。うん。だ売れないでしょ。売れないというか、多分作れないですよね。どうやって100円の商品自分で作るか分かんないじゃないですか。多分勉強してないんで。 今、今、100円の商品作ってくださいってったら、多分作れないですよ。うん。まあ、メルカリでなんか転売して、なんか不要品を転売するとか別ですよ。自分の価値ですね。自分のなんかを作って、それを販売する。売れますかっていう。売れないですよ。勉強してないと。うん。そう。だまあ、あの、ちゃんと勉強してやれば、あの、できるような、まあ、ステップバイステップですけどね。うん。 まあ久保さんも最初からできたわけじゃないですから、勉強したことをアウトプットして、勉強したことをアウトプットしてっていうの繰り返して今にありますからね。うんまあ、頑張ってほしいですよね。まあ、僕もやりますけどね、ずっとね。うん。だから、その諦めたら欲しくないですよね。まあ、諦めたらそこで試合終了だよっていうね、スラムダンクの名言もありますけど、安西先生の。 うんなんか、やればできるよっていうところは、まあ、言い続けたいですし、それを、まあ、言い続けることによって、少しでも多くの人がね、諦めず行動してもらって続けて勉強して、しっかりやっていただければ、まあ、少なくても、今より絶対変わりますよね。やってる人とやってない人、やってない人は変わらないですよ。やってる人は変わるだろうし。だから、山本太郎さんも、12年前、原発でね、原発の中言ってね、堀江さんに叩かれて、 あやっぱ俺には無理だなっつって、政治から離れてたら、今の山本太郎さんないですからね。うん。何言われても、何言われてもやってるわけじゃないですか。だからた多分それがやっぱまあ、あの、希望になってると思いますけどね、いろんな人の。うん。だから僕も続けますけど。うん。はい。いってらっしゃい。